このまま終わるのか。幻聴か。よかった。生きているんですね。本当によかった。待ってて、今助けますから。助けてくれ。安心して、絶対に助けますから、諦めないで。頑張って。あともう少し。ありがとう。ねえ、起きて、起きてください。お願い、死なないで。お願いだから。起きてってば。
アナ。安心しろ。必ず君を助ける。俺を信じてくれ。ああ、絶対に君をここから連れ出す。これは…副隊長、先ほどの寒波衝撃はサンゴ島の中心エリアで発生したものです。爆発した瞬間の崩壊エネルギーは凄まじいものであったことが確認できております。今サンゴ島全域が凍ってます。きっとリッチャの力です。隊長は大丈夫でしょうか。副隊長、私たちはどうすればいいんですか。隊長の支援に向かった方がいいのでしょうか。私たちには私たちの使命があります。デュランダル様が私たちに与えた命令は防衛線を守ることです。勝手に任務から離れたりはできません。今私たちにできることはデュランダル様を信じ彼女の後ろ盾になること。刃崩壊迎撃準備。かしこまりました警戒してください。災害現場に到着した。
デュランダル様。おかしいです。崩壊獣は全て消滅しましたが、周りの崩壊エネルギーはまだ上昇してます。どうやらここが天命の防衛線か。氷の律者。どうして律者がここに。まさか隊長が。副隊長、どうしましょう。全員、対立者作戦準備。どけ。デュランダルとライデン・メイは失敗した。お前も俺たちを止められない。申し訳ございませんが、立者をこの島から出すわけにはいきません。黙れ。アナは律者じゃない。彼女は人間だ。アナ、そうだろ。これ以上言っても無駄のようですね。いいだろう。では望むままに。皆さん、あとはお前一人だけだ。無駄なあがきはやめ。私一人でも止めてみせます。
しよう。終わったな。まだまだです。お前の相手をする時間などない。今すぐどくんだ。絶対に通しません。すまない。デュランダルさん、大丈夫ですか？平気です。そちらは、その姿、大丈夫なんですか？氷の律者は、まだ自身の力に慣れていないようです。あれ式で私が傷つくことはありません。ですが、フクロウと律者は先ほどの攻撃に乗じてここを離れています。すぐに追いかけなければいけません。律者の力がここ一帯を絶対零度の死地にしています。私が先頭へ行きますので、ついてきてください。わかりました。
安全ですね。無事のようだな。すまない、さっきの寒波のせいで道が塞がっていた。内部の気温も低く支援することができなかった。大丈夫？そっちは平気？問題ない。フクロウとリツシャは？何があった？なるほど。まさかあいつにそんな過去があったとはな。それでどうするつもりだ？こうなった以上、彼らを早々に見つけ出すしかないわ。だが、黄泉の杖がない今、見つけても何もできないだろう。リツシャを捕まえるにはそれが必要なんだからな。何にせよジャッカルが悪い。あいつがもっと用意してくれていればこんな面倒にもならなかった。サンゴ島の通信は崩壊のせいで途絶えている。あいつに連絡するには一時撤退するしかないだろう。いいえ、撤退はできない。撤退にかかる時間は決して少なくないわ。その間にも崩壊は拡散し続け、命を奪い続ける。撤退は認めない。じゃあどうすればいい？渡りガラス、黄泉の杖の残骸を見つけてきて。残骸？まだ方法があるかもしれない。
わかった。お前を信じるとしよう。それまで私は律者を止める。どんな方法を使ってでも。話は終わりましたか？ええ、行きましょう。今、リッチャーの行方は分かりませんが、彼らがサンゴ島を出ようとするなら、バルキリーたちの防衛線を突破しなければなりません。リッチャーがここを出てしまう前に、私は彼女たちと合流します。ライデン・メイさん、今回は迷わないでください。もちろんです。リツ社の反応はまだこの島の中、そう遠くへは行っていないはず。この先はバルキリーたちが敷いた防衛線ですね。急ぎましょう。私の番ですね。かすり傷です。
エキリーたち。リッチ社の追跡をお願いします。ええ、あと少し。しっかりして、諦めないで、絶対死なないから。しっかり、しっかりして。怖いのか？
手が震えてる。いや、これは確かにこの災害は怖い。人間が化け物になって攻撃し合ってるし、変わった獣が町中にいる。崩壊のせいです。崩壊？ええ。でも心配しないで。私は天命のバルキリー。崩壊からあなたを守るのが私の仕事です。あ、ごめんなさい。普通の人からしたら理解できませんよね。なるほど。ゾンビゲームみたいなものかと思った。ゾンビゲーム？ああ、腐った死体が歩き回る。通常の手段では奴らを殺せないんだ。倒す方法はその脳を破壊するか炎で焼くかしかない。それにもっと恐ろしいのは、奴らに噛まれたら姿形が変わり始めることだ。理性を失い、奴らと同じ歩く死体になってしまう。そして、最も恐ろしいのは。やめて。ん？やめてください。どうしてそんな話を。ゾンビだけで十分気持ち悪いのに。なんだ、そういうのを怖がるんだな。違います、怖いなんて言ってません。気持ち悪いだけです。バルキリーも普通の女の子とそう変わらないのか。俺は陳天武、君は？アナ、ありがとう。ううん、どういたしまして。
逃げられないわよ。守る。これが私の全てだから。かかってきなさい、氷のリッチャー。もう天命の防衛線を突破した。俺のことはいい、行くんだ。ここを出れば君は生きていける。Huh.
アナ、君は。氷の律者はこの辺りで止まったようね。ついさっきまでここにいたはず。行きましょう。かなり吠えなさい、栗から。行きましょう。行動開始。ん？あれは？行動開始。私、アナ・シャニアテは、ここに宣言します。私は天命に、主教様に忠誠を誓い、崇高なる使命のために、私の一生を捧げます。困難や痛み、そして死を恐れず、私は災害で苦しむ人々に希望をもたらし、彼らのために戦います。私は私のすべてを人類に捧げ、どんな対価も惜しまず、崩壊を倒すために全力で戦います。
日から私は天命のバルキリーの一人になります。今の光、彼女の行動開始。行きましょう。行きましょう。
違う。私のやりたいことはこんなんじゃない。私に服従しなさい。行動開始。この表情、前と違う。ごめんなさい。今回は本当に逃げられないかも。ごめんなさい。ここまで来たのに、私、あなたを守れないかも。アナ、俺のことはいい。君一人なら逃げられるはずだ。ダメ、それはできません。アナ、俺と一緒だと俺たちは逃げられない。できません。君がバルキリーで、その責任を果たさないといけないからか。もしそんな肩書きじゃなかったら、君はまだ俺を助けるか。私は。心配するな。俺はどこかに隠れて、君が援軍を連れてくるのを待つから。そうだ、賭けをしよう。賭け？ああ。もし俺たち二人とも生き残れたら、俺とデートしてくれ。冗談はやめてください。
君がいるから俺は生きるチャンスをもらった。君が俺のそばにいて諦めるなと言ってくれたから俺はここまでやってこれた。こんな状況で君と出会えたことは俺の人生の中で一番ラッキーな出来事だった。だから君がいいって言わなくても俺は君についていく。私は冗談だ。そんなに悩むな。少しリラックスできたか？こんな時に何考えてるんですか？アナ、俺はそう簡単に死なないよ。俺には家族がいる。やりたいことだってある。だから簡単に死んだりしない。俺を信じてほしい。でも私のことも信じてください。私たちは一緒にここから出るんです。だからその賭け受けて立ちます。これをあなたにあげる。これは私の一番大事なもの。生きてここを出たらまた返して。これで賭けをしましょう。この写真は？彼女は陳変文、俺の妹で俺の探している家族だ。彼女はまだあの廃墟にいるはずだ。アナ、頼む。妹を探してきてくれ。すまない。許されることなら俺も一緒に行きたいんだが。陳変文。
ごめんなさい。そろそろ行きます。ああ、大丈夫だ。君に問題ばかり押し付けるわけにはいかない。アナ、君を探しに行くよ。このペンダントは。どうした？ごめんなさい。ペンダントは返さなくていいですから。アナ、ここまでだ。ライデン・メイはもうすぐ追ってくる。俺と一緒だと君は逃げられなくなる。俺が彼女を牽制するから君は行ってくれ。チン全部。アナ。陳天部。アナ。アナ。やっと戻ってきてくれた。よかった。できたよ。君はできたんだ。ありがとう。私のそばにいてくれて。アナ、そんなのどうでもいい。君は崩壊に打ち勝ったんだ。よかった。あとは君が人間に戻ったとみんなに教えればもう逃げなくて済むんだ。
ろう。ヨルムンガンドに案内するよ。もう、いいの。もういいって、どういう意味だ？陳天部。死なせてほしい。死ぬ？アナ、冗談はよせ。何バカなことを言ってるんだ。なんで？もう、抵抗できない。記憶が、少しずつ消えていく。これは、私が最後の力で、稼いだ時間。アナ、そんな、そんなバカな！陳天部、もういい。そろそろ終わらせないと。せめて、最後は、人間として死にたいの。いや、必ず方法はある。アナ、もう少し耐えてくれ。ごめんなさい。行かせて。アナ、待て！どこに行くんだ？さようなら、陳天部。さあ、すべてを終わりにしましょう。どうぞ。私はもう。ごめんなさい。
フクロ。起きなさい。言ったはずだ。彼女を殺したいならまずは俺を殺せと。アナ、なんでこんなことに。こういうことか。何もかも昔のまま、何も変わらない。ごめんなさい。私は天命のバルキリー。私の使命は崩壊を倒すこと。神天部、この災害はあなたの人生の中で起きたただ一度の事故に過ぎないんです。私のことは忘れてください。アナ、待って待って、アナ。なんで君はいつも俺から逃げる。いつも感情を心に閉じ込めるんだ。俺はただ君のそばにいたいだけだ。なんでこんな願いすら叶えられない。
誰か教えてくれ。俺は何を間違えた。これが死。ここは、お兄ちゃん、どこにいるの？お兄ちゃん。助けて。早く、助けて。変分！ここだ！お兄ちゃんはここにいる！なぜ、なぜこんなの見せるんだ！一体なぜなんだ！アナ、アナ！
妹、ヘンブンを助けてやってくれ。助けてやってくれ。何をしてるんだ。早く彼女を助けてやってくれ、アナ。アナ、アナ、どこに行くんだ。ありえない、ありえない、ありえないんだ。なんで、なんでだ、アナ。なんで助けなかったんだ。待った。まさか。なぜ、アナ、なぜだ、なぜ俺を騙す。なぜ妹を見捨てた。君は栄養のバルキリーだ。
教えてくれ、なぜなの。行動開始。強風に私に服従しなさい。終わりです。あとは渡りガラスが戻るのを待つだけ。重力。
行動開始。行きましょう。まずい。行動開始。行きましょう。陳天武さん、あなたの検査結果が出ました。残念ですが、長時間崩壊環境にさらされた影響で、あなたの体は感染されています。運が良ければ、2年の猶予。2年。では、俺の妹について何か情報はないか？残念ですが、生存者リストにはいません。捜索は継続しますが、あまり期待できないかと。陳天武さん、他に質問は？アナは？いや、何でもない。アナ、知ってるか？あの日から俺は全てを、俺を支えてくれていた全てのものを失った。何を間違えたのか、どうすればよかったのか、未だにわからない。何もかもが無意味に感じ、何もかもが遠く感じた。俺は自暴自棄になり、自滅の道を歩んだ。それから絶望は、無力、定感、そして心配へと変わり。やがて、君を最後の希望と思うようになった。俺たちが再会して、最初からやり直せるよう願った。だから俺は崩壊を調べ、天命を調べ、君に関するあらゆることを調べた。俺は君と再会するためのきっかけを見つけた。ヨルムンガンドに入り、幹部になり、君の行方をつかんだ。いつか君と再会する日を夢見ていた。同時に今の俺は、君に会う資格がないのではと恐れていた。俺の体はもう人間ではない。俺の命もそう長くない。君の見えないところで、君を見守るのが俺の願いだった。ただそれすらも、
贅沢な願いになってしまったようだ。アナ、君に感謝すべきかもしれないし、君を憎むべきなのかもしれない。だが君がいなかったら、俺はとうにあの廃墟で死んでいたことは確かだ。だからアナ、この命は君に返そう。すべて君に渡し、俺の力も君の一部になる。この世界に俺たちの居場所はもうないが、もしチャンスがあったら、アナ、俺の分まで生きていてくれ。落ち着いてください。何があったんですか？今、サンゴ島の崩壊エネルギーが急速に上昇中です。
今までにないほどの反応です。また爆発の中心地に異常な重力波動を検出しました。この重力波動は今もなお拡大中。そしてそれを上回る問題が、この異変の中で新たな立射反応が出現しました。この怪物は、この戦闘は勝たなければいけません。皆さん、緊急事態です。5分前、サンゴ島の中心で巨大な崩壊エネルギー爆発が発生しました。爆発を中心に発生した異常重力波は都市の3分の1を飲み込んでいます。さらにまずいのが、爆発の中から巨大な化け物が誕生したことです。該当生物を調査すると、信じられないデータが判明しました。その化け物の体内から2つの高濃度崩壊エネルギーが検出されました。うち一つは氷の立射の立射コアの波長と一致しますが、もう一つはかつて観測したことのない立射反応です。つまり先ほどの爆発でもう一人の立射が誕生したということになります。現在のサンゴ島の状況は外部通信により本部へと送りました。本部から帰ってきたメッセージには立射の特徴が記載されています。サンゴ島で発生した重力波異常反応を分析した結果、新生立射の能力は全文明の第9立射と一致します。二人の立者によって生まれた化け物、その通りです。現在サンゴ島の崩壊は最高レベルの崩壊事件にまで引き上げられました。本部は今
最大限の増援を送っています。それまで不要な死傷者を出さないためにも一時撤退をし主力部隊と合流してほしいと司教様はおっしゃっています。了解です。現在前線の損失はひどいですし、作戦を継続するのは難しいでしょう。アルビトルさん、撤退の指揮はあなたに任せます。皆さんを連れて撤退してください。私はあの化け物の相手をします。なるべく情報を多く集めるためにも。でも危険すぎます。アルビトルさん、今の状況は私たちの予想を超えました。そして時間が経つにつれよりひどくなることでしょう。何もしない方が危険な選択です。でも副隊長は重傷を負っています。もし隊長まで。安心してください、アルビトルさん。リタのことお願いしますね。かしこまりました。隊長、お気をつけください。少し離れていただけで、ここはどうなってるんだ。アタリガルス。経緯は天命の通信を聞いて知った。理由も大体察しがつく。さあ、お前の欲しかったものだ。
計画は変化に追いついていない。読みの杖は手に入れたが、この状況でまだ役に立つかどうかはわからないな。それで作戦は？電磁場。やはりか。読みの杖の原理は、特殊な電磁場を利用して律者コアと虚数空間のつながりに干渉すること。ジャッカルは説明しなかったけど、私はその力を身に受けたから、その電磁波長をはっきりと覚えてる。雷の律者の力で同じ効果を作り出すってわけか。ええ、まだチャンスはあるわ。ヨミの杖にできることは私にもできる。そしてその強度はもっと強い。でも、お前が立ち向かう相手は、二人の律者が融合した化け物だぞ。そいつのテリトリーでそいつに勝ち、コアを奪う。チャンスは一回のみ。失敗したら、誰もお前を助けられない。そうしなければならない。何があろうとも遂げてみせる。それなら私が協力します。デュランダルさん。それなら私が協力します。デュランダルさん。今サンゴ島の崩壊レベルはすでに通常崩壊の2倍です。しかもまだ上昇しています。あの化け物の力はまだまだ強くなります。残された時間はそう多くありません。
デュランダルさん、コアの位置に近づくのを手伝ってください。そうすれば倒す方法はあります。渡りガラス、あなたは安全な場所に。悔しいが、今の私では何の役にも立たないからな。とにかく健闘を祈る。私に服従しなさい。雷鳴の時、行きましょう。もう一か八かにかけるしかありません。ええ、私の番です。
気をつけて。起動エレベーターが崩れます。私に服従しなさい。ライデン・メイ、お前の勝ちだ。おめでとう。もう終わった。
俺はただもう一度彼女に会いたかった。彼女に気持ちを伝えたかった。それも間違いだったというのか。わからない。私もまだその答えを探してる。そうか。お前が俺たちみたいにならないといいな。ごめんなさい。なぜ謝る？俺たちはリツじゃ、倒さねばならない怪物だ。お前はただお前のするべきことをしたまでだ。もうどうでもいいんだ。運命が俺とアナにいたずらをしただけ。もしかしたら俺の感情も俺が律者になった時に消えたのかもしれないな。もう悲しみを感じないんだ。さあ来い。疲れた。こういう終わり方も悪くないかもな。アナ、これでやっと一緒になれる。
この二つのコアはまだ生きている。成功だ。お前の目標に一歩近づいたな。黙り込んでどうしたんだ？拍手でも待ってるのか？喜べ。これはお前の勝利だ。勝利と呼べるものとは思えないけど。こんな結末、受け入れられないかもしれないが、私だって同じだ。誰もこんなことになってほしくなかった。だがこれが世界だ。世界とはずっとこうだった。だから、元気を出せ。お前には守りたいものがいるだろ？ほんの少しの弱さでも、相手を失うには十分な理由になることがある。今までずっと、そんな気持ちで子供たちの相手をしてたの？教えないさ。そろそろ戻りましょう。戻る前にもう一度フクロウに会いに行くといい。そこの海岸に天命のバルキリーがあいつとアナの墓を建てた。私もそこから戻ってきたばかりだ。あいつは悪人であり、ヨルムンガンドは裏切り者を許さない。だから、お前と私の他に、あいつのことを覚えている人はもういない。デュランダルさん、律者になってしまいましたが、
アナさんは死んでも栄光なるバルキリーです。彼女は使命を果たしました。今はゆっくりと休んでもらいましょう。このネックレスは彼女の？ええ、彼女の大事なものです。いつも肌身離さず持ち歩いていました。それならこれを返しましょう。よくやった。
戻ってくるといい。教えてほしい。私が律者の力でコアを制圧し、奪い取ることも、あなたの想定内だったの。それは君自身が出した答えだよ。私が失敗したら、どういう結果になったか考えなかったの？君ならやれるさ。説明して。この崩壊で二人の律者が誕生した。そして二人は一つになった。一人の律者がもう一人の律者のコアを飲み込み、より強い個体になった。君がしたのは同じことさ。政府、律者の力。どうした？通信が切れた。これはジャミングじゃない。何かしらのトラブル。基地で何かが起こってるわ。この果てしない夢の奥で変わり果てた自分を見つめる。私は全てを変えます。